スタンウェルは、イングランド南東部、サリー州スペルソー音行政区にある郊外の村。チャリングクロスから、西南西に15.7マイルの位置にあり、ロンドンヒースロー空港の南縁、すなわちヒリンドンロンドン特別区の南縁から、半マイルのところにある。2001年の国勢調査の時点で、調査区、スタンウェルノースは、人口7301人、調査区、スタンウェルサウスは、 人口4766人であった。地名の由来については、二つの説がある。一つは村にある、西安の井戸に由来するというもので、より妥当に見える。もう一つの説は、ストーンウェルが転化したとするものである。地名の綴り字の最初の方は、この村に隣接し、同様に、石に地名が由来するとされるステインズと同じになっている。スタンウェルは、 1086年のドゥームズゲイブックにスタンウェルとして記録され、オセアノコ、ウォルターの所有地として15杯度の面積が記されている。そこには水車が4機あり、3ポンド10シリングと、うなぎ375匹分の価値と評価されており、以下、石3機、カラスキ10本、草地、リンチがあった。税額は14ポンドであった。1603年、 ナイベット卿にスタンウェルのマナーが可視された。ナイベット卿は火薬陰謀事件の際にガイ・フォークスを捕獲した人物である。ナイベット卿はスタンウェルに無料の学校を作るよう遺言し、学校は1624年に創設された。この学校の建物は今もハイストリートに存在しているが、現在は高齢者のデイセンターとして使用されている。スタンウェルにあるセベアリー教会は、 12世紀に遡るもので、ナイベット教怖祭の記念碑が残されている。この教会の建築には、ノルマン町建築やゴシック建築の影響が認められる。1838年には、当時道のバラの品種が、スタンウェルの庭園で見つかり、スタンウェルパーペチュアルと命名された。1930年以降、スタンウェルは、ミドルセックス州のステインズ市街地区の一部となった。 1965年には、1963年ロンドン自治法によって、ミドルセックス州の大部分はグレーターロンドンに帰属することとなったが、ステインズ市街地区はサリー州に移管された。第二次世界大戦後、住宅組合や公営住宅による大規模な住宅供給が進められたが、その大部分は空港で働く人々のためのものであった。2004年、スタンウェルは、 全国的に開催されたイベント、ブリテイン・ブルームの都市コミュニティ部門で同賞に入賞した。スタンウェルプレイススタンウェルプレイスは、集落から半マイルほど西へ離れたパークロードの北側にある17世紀のマナーハウスの後である。1754年から1933年までは、ギボン付けがマナーに関わる諸権利を有しており、1800年代以降は、 徐々にそのエステートを売却していった。屋敷を含めた一帯も1933年にジョン・ウィルター・ギブソンに売却されたが、その一部にあたる330エーカーは、1937年にはジョージ6世貯水池の開発のために水道局に転売された。ギブソンの死後、1947年にスタンウェル・プレイスはイラク王国の国王ファイサル2世に売却され、 1958年に国王が暗殺されるまでその所有に留まっていた。エステートはその後、ジャリサイ首上とするために売却され、地域住民による保存運動もあったものの屋敷は荒廃し、1960年代に建物は撤去された。かつてブリテリッシュメディテレーニアンエアウェイズはハウンズローロンドン特別区のサーラスハウスに本社を置いていたが、これは スタンウェルに隣接する場所であった。ありがとうございます。